さらにいきます、北信越、ここがね結構意外だったんですよ。もう定数10ですから、もう人口が少ないと定数減っちゃうんで、定数10だから厳しいかなと思ったら、ギリギリもう共産党に当たって維新と、もう維新とギリギリの差なんです。維新が1議席取っちゃったんですけど、あと12000票、あと12000票で北信越も1位、1議席取れた、維新を抜くことができたんですね。これもすごい前線です。それから東海